やっぱり世の中には国家がありますから、じゃあ国家って何だっていう話は、まあ、まあ、致し方なく、まあ、社会科でね、教えなきゃいけない。まあ、向こうの言い方で、向こう側の勢力の言い方で言えば、その、仕方なく教えなきゃいけないわけですが、えー、国家というのはどういうふうに説明してやるか。まあ、これも、あの、大体の教科書で共通しています。国家には3要素というのがあるね。国家は3つの要素で成り立ってると。そういうふうに教科書で教えてるんですね。あの領域、国民、主権、この3つから成り立ってると。領域っていうのはわかりますよね。 領域もこれ3つから成り立ってまして、領土、領海、領空ね、ね <laughs> 我々が普段歩いてる領土、で、えー、あと、領土の周りにある領海ですね。で海ですね。でその領土と領海の上空にあたる領空、その領土、領海、領空からなるその領,領域というのがまずあります。で2つ目、国民です。日本だったら日本に住んでる日本人。 えー、ちなみにその説明のところでもですね、日本人とはいっても、あの、その国民と言っても、あるいはその日本人という概念も、必ずしも国籍で、なんかこう、区分けされる。 とは限りませんとか何とか書いてある教科書が結構多いんですよ。なんかね、あの外国人でも住民投票すべきですとか、まあまあそれ、あなた方の意見は別に勝手に思っときゃいいんだけれども、客観的事実と反することをやめてくれっていう話でね、あるいは歴史的な経緯を踏まえないことを勝手に書くのを教科書に書くのをやめてくれっていう感じなんですけど、まあ二つ目が国民。で、三つ目が主権でございます。まあ主権もいろんな説明ができるんですが、すごくわかりやすくれば、えー、国内においては体内的にはあの政治上の最高決定権。で、外向け、対外的には あのまあ、内政不干渉とね主権という言い方がありますだから領域国民主権とこの3つの要素が揃って国家になるというふうに説明されるんですただここではもちろん注意が必要です今言った教科書的内容においてですねこれも逆の言い方をするとじゃあその3つさえ揃っていれば国家であると もうちょっと掘り下げて言うと、あの、その3つさえ守れば国家が守られたことになるんだという解釈も可能になりそうなんですが、うん、少なくとも我が国のように古い歴史を持つ国はそうじゃありませんよね。日本という領域があって、領土、領海、領空があって、で、日本国民がいて、政治上の権力を持った指導者が内政不干渉をしっかり内政不干渉の状態で政治を行ってはいるけれども、 これ戦前こんなこと言ったら、不敬罪で逮捕されるわけですけど、そういうふうなものは一応揃っていても、もし天皇というご存在がいなくなれば、これはもう日本じゃありません。領域国民主権を守っても、天皇の存在、言い方を変えると国体、国の形を守れなければ、日本という国を守ったことにはならないんですね。